誰かいないの？あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。ザコがいるようだな。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。ザコが手間を取らせやがって。ちっどんだけ嫌がる。ほっ！魔感動発動！
終わりだ。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。あのクソガキだが、サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。
お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でも、お肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。